ボルドグ風書は確実に進化してます。その進化の過程についてお話しさせてください。シャダイレースホースの黄色の頭巾が黄金の馬体とともに 3,4 コーナー大外から一気に上がってくるところを想像してみてください。もうこれが再現された日にはボルディ勝ちます。こんにちは、モスマンです。有馬記念の週ですね。ボルドグ風書の回になります。ボルドグ風書だからいいんだよと、この有馬記念だから期待できるんです。そして来年以降もね、彼は古馬の長距離路線で主役張れるだけの素質馬なんだと思うんですっていうね、そのまあ根拠というか、もう僕が圧倒的にボルディがね、だからこの馬好きなんです、応援してるんですっていうね、それについてを一方的にお話しする回になりますね。そしてまあ内容としてはね、一応申し上げると、まあ彼の客室についてね、彼の客室、ここがこうであるがゆえに今回有馬記念来そうだって、そういうまず一つ客室、二つ目が、福永騎手への乗り換わりですかね、その辺です。なんでまあちょっと順序立てていくと、まあ彼のね、まあなぜ彼がこれだけ出世が遅れたのかっていうところもちょっと含めて、お話ししていきたいなと思いますので、まあ10分ぐらいの動画にね、なんとかまとめようと思うんですけれども、もしかしたら喋りすぎるかもしれません。今回そんなにたくさん動画出せないと思いますけれども、なんとかね、ボルディとあと何とかは出したいなと思ってますね。来るんじゃないかなってちょっと考えてらっしゃる方とかね、まあそもそもまあスクリーンヒーローの3区好きだとか、クリゲ好きだって方はね、最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。まずはね、1年間お疲れ様。ちょっと早いけど、もうなんかね、今年は大変だった。本当にいろいろありましたね。アトランタに引っ越してきたしね。ボルディの客室についてです。いわゆる追い込み馬の宿命を背負っているっていうところなんですよね。後ろから過ぎるんですよね。もうちょっと言うと、搭載してるエンジンは G1 級だと僕は思ってます。なんだけども、エンジンの点火が遅いんですよね。もうほんと神戸新聞杯もそう、京都新聞杯もそう、エンジンかかってこっからだーっていうところでゴール板来るんだ。こういう馬は過去にもいました、何頭も。でやっぱりね、取りこぼしが多くなるんですけれども、成長して G1 級の馬になっていくにつれ、これが少しずつ客室変わってくるわけなんですよね。まず最初にちょっとだけおさらいすると、京都新聞杯、まあ僕が一番この馬、まあらしいというか、まだまだそのエンジンのかかりがね、時間かかってた頃、アスクワイルドモアがレコードでかけて、ベローナシティが2着、3着ですが、12頭立てで12、12、12、12で回ってくるわけです。中京ですよ。やっぱりね、絶望的にポジション後ろですね。こっから差し切るっちゃ相当厳しいです。なんで、どうしても4コーナーで前行ってる馬をね、こうオーバーテイクしてポジションを押し上げるっていうことができてないんですよね、この子はね。勝った一宮特別もそうです。7頭ハトラテで7777でね、つまり後ろから2番手で行って4角回るまでやっぱり後ろから2番手なんですよね、中京でですよ。なんでね、やっぱり能力があるからしっかりと刺してきて、まあ刺し切ってるわけなんですけども、位置的にはやっぱりちょっと絶望的に後ろすぎますよね。なんぼなんでも神戸新聞杯もジャスティン・パレスがかけたレースね、15、15、13、16、これ17頭立てですから、4角回って、ケツ2ですよ。そして、菊花賞。ここで、まあ一つ僕が申し上げたいのは、圧倒的な馬の成長が伺えるわけですよ。12番手、13番手、10番手で行って、4角4番手なんですね。4番手まで吉田隼人騎手押し上げることに成功してます。これは成功です。なぜかというと、映像を見ると3、4コーナーの中間でも早々と左ステッキ入ってるのが見えます。これなんでステッキ入れてるかって言ったら、当然もっと前のポジションで押し上げたいから、もうそこでステッキ入ってるわけですよね。なぜ押し上げる必要があるのかっていうと、当然逃げてるというか、まあ4角先頭のアスクビクターモアが
あれをそのまんま生かしちゃまずいぞっていうのが吉田隼人騎手分かってるからですよね。彼のやっぱり聞き察知能力っていうか、大きいところ勝てるジョッキーになった隼人が、あの馬まんま生かしたらまずいなっていうんで、7番人気ながら 3,4 コーナーからバシバシステッキ入れて押し上げてるんですよ。多分だけども吉田隼人騎手の理想はもう一馬身前だった気がしますね。もう一馬身前で四角回れてれば鼻首前に出れてたんじゃないかなって。なぜかというとスタミナは問題ないからですよ。なんでね、菊花賞はね、単純にレコード決着の2着っていうだけじゃなくて、彼が今まで神戸新聞杯までできてなかったことが 3000m のレコード決着ってこの極限状態でついにできたんですよね。後ろから行って 3,4 コーナーでポジションを押し上げて、他の馬をオーバーテイクして行き足をそこでつけていくってことができてるんで、この感じで走れる馬はやっぱり中山の2500有馬記念、やっぱ相性いいと僕は思ってますね。そして菊花賞馬はやっぱり有馬記念と相性いいですよね。勝てなくても、例えばゼンノロブロイみたいに菊花賞4着からの有馬記念3着とかね、勝った馬にもう絞って言えば里のダイヤモンド3歳で菊花賞有馬記念制覇とか、マッハッタンカフェもそうか、そしてちょっと古くなるけどマヤのトップガンとかで、ね、まさかまさかの大逃走劇有馬記念も3歳で制覇。有馬記念はやっぱり菊花賞と相性がいいレースだと。3歳で菊花賞で好走した馬、勝った馬と非常に相性がいいレースだっていう認識も当然あります。続いて福永騎手への乗り換えなんですけども、正直吉田隼人騎手で僕は良かったと思ってる。この乗り換わりがそんなにプラスかって言われると、まあプラス、どうかなと。正直プラスっていうほどプラスじゃないのかもしれないんだけども、でも福永騎手の方が、あ、こういう時はいいかなって思える要素もある。吉田隼人騎手は僕はオイルジョッキーだと思ってます。なので、こういう大型馬でね、ボルディみたいに500キロ級の大型馬でなかなかエンジンに火がつかなくて、いつもまあ遅れてしまうと、その突っ込んでくるのが遅れてしまってっていうような馬、こういう馬を動かそうと思ったら吉田隼人騎手の方がいいのかなと正直思うんです。ただし4コーナーでのポジショニングって言った時に、僕は福永騎手の方が一律の長があるかなと感じているんですね。なので、これはちょっとなかなか判断難しいですけども、吉田隼人騎手だから菊花賞動けたっていう解釈もできるし、あるいは馬が心底力をつけてきているがゆえに、もう馬がね、もう仕掛ければグーンと馬が一気に上がっていけたと取ることもできて、僕は後者じゃないかなと思ってるんです。だったら福永騎手に乗り換わっても、その3、4コーナーでの推進力がね、得られるんであれば、ポジショニングに長けてる福永騎手、もしかしたらイン好きとかするかもしれないし、彼のそのコンパクトなね、騎乗っていうのが生きてくるんじゃないかなと、そういうふうにもちょっと感じていて、この乗り換わり、プラスっていうほどプラスには思わないけども、でも福永騎手乗り換わり、それはそれで楽しみだなって、そう感じてます。そうですね。ボルディのあのね、車台レースホースの黄色の、面子が、面子じゃない、なんだ、頭巾か。彼耳まで覆ってるからね。黄色の頭巾がですね、3、4コーナーで、うわーっと外から上がってきて、この正面カメラから、もう内から仕事を分、もう外分回してもいいんで、うわーっとこの黄色の頭巾が画面に出てきたら、これはいけると。もう正直3、4コーナーの位置取りで決まるんじゃないかなと思ってるんで、はい、そこまでポジションを押し上げることができれば、そんなにそんなにゴリゴリに OL ジョッキーが追わなくっても、あとはもう、福永騎手がゴーサイン出せばビューンって行くんじゃないかと僕は思ってるんですよね。なので彼に大変期待してるわけなんですよね。じゃあ実際に具体的にどんな感じって言った時に、僕はサートルナーリアの有馬記念を、イメージしてますね。
リスグラ州の2着だった時のレースですね。あの時天皇賞秋でちょっと6着だったかな、掲示板外した後、仕切り直しの一戦で、2着に来たんでしたね。あの時はクリストフ・スミオン騎手で、道中は後ろから4番手ですよ。後ろから後ろから行って 3、4コーナー大外ギューンで一まくりして、ここで一旦リスグラ州オーバーテイクしてるんですよね。で4角回り切って一旦先頭に立つんですけど、もうその外から一気にリスグラ州がドーンで抜いて5馬身つけられてしまった、あの競馬、あの感じで競馬してくれないかなっていうのがね、僕のリクエストですね。はい、っていうことはボルディを大外からぶっこ抜いていくような馬がいるのかって言ったらね、正直ねボルディをさらに外からオーバーテイクしていくんじゃないかって思うような、そういう馬実は一頭いまして、僕はボルドグフーシュはね勝つ可能性ももちろんあるけども、2着3着の線が濃いかなっていう風にもちょっと思ってる。つまりそれだけこれはちょっと濃いなっていう馬もう一頭他にいます。でその馬については別動画にお話ししたいと思います。ということで今回はボルドグフーシュで、エンジンのねこう点火の遅かった、まあ未完のね、無完の追い込み馬がついに菊花賞あたりからどうも客室変わってきたぞってことね。後ろからは変わらないけども 3,4 コーナーでグーンとスピードを一気に乗せてもう外からまくれるようになったっていうところ、ここがやっぱ頼もしいところでございます。イメージとしてはサートルナーリアの有馬記念、負けたけどもリスグラ州に負けたけど3歳馬としてクラシックのね主役を張った馬として堂々とした競馬ですごくいい競馬だった。なんでね、あんな感じの競馬をしてくれたらたとえ負けたとしても僕はね満足ですね。はい、ってことです。今年はね、まあウィンマルリン最後香港バーズ勝って、まあ来年、まあ、ドバイ行くみたいだけど、クリゲがね G1 勝ってくれて大変嬉しい。なんでここでもう一頭ね、車大レースホースの勝負服のクリゲ馬、しかもクラシックディスタンスでってね、これちょっとねなんかワクワクするね。じゃあ本当にワクワクするね、ボバ、そして直リバ出てくれたのがね嬉しいですね。以上です。ボルディどう思いますか、ね、そしてボルディ勝つとしたらこんな競馬するんじゃないかとかね、もしもしありましたらコメント欄からお寄せいただければです。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。